はい、ゲームコレクターの崎寛です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのはドットハック GU ラストリコード。今回はね、任天堂スイッチで発売されるタイトルなんですけども、これ前にね、他のハードで出てるよなーっていう記憶があるんですけど、まあそもそもね、ドットハック自体はだいたいプレステ2時代ぐらいからね、やってるコンテンツだと思うんですけど、久しぶりなのかな。まあちょっとサイト見てみましょう。はい。ということでこちら、ドットハック GU HD リマスターって思いっきり書いてありますね。はい。で、その下には思いっきりね、2022年3月10日、サーズデーでね、ニンテンドースイッチ版発売決定と書かれてあるんで、まあそういうことですよ。はい。ということで、ちょっとこう下ズズズって見ると、こうね、スペック、いきなりこう見ると、ドットハック GU ラストリコード。まあちゃんとね、ラストレコードって読みたくなるんだけど、ここにラストリコードって書いてあるからね、僕もラストリコードって読めました。はい。で、開発はいいとして、まあ、プレステ4と Steam 版で、アクション RPG で、PS4 版が2017年の11月1日ってことも、まあ、4年半ぐらい前かな。はい。結構前に出てるわけですよね。はい。で、まあ、当時としては、まあ、7600円で出てましたよ、っていうところで、で、セロ B ですよ。まあ、そういう情報があった上で、こうね、Nintendo Switch 版発売決定ってことで、まあ、そっちの情報を見てみようというところですね。てか、最初からそっち見ろよって言われそうなんだけど、まあ、こちらですね。まあ、公式サイトがあそこが表紙なんでしょうがないですよね。ということで、ドットハック GU ラストリコード。こちらちょっと今、レコードって読もうとしたけど、リコードでした。はい。2022年3月10日発売予定です。発売ですね。で、ちょっとムービー見てみましょうか。俺はここにいる。世界最大の MMORPG ザ・ワールドを巡る俺たちの物語が任天堂スイッチで今よみがえる。ドットハック GU ラストリコード、3月10日発売。オリジナルコミックス連載中。初回限定版ビギンズエディション予約受付中。バンダイナムコ。あ、初回限定版があるんだっていう情報は分かったけど、ゲーム内容的には、まあ、HD リマスターなのはよく分かったんだけど、あの、新規ユーザーの人があれを見てね、ゲーム内容がよく分かったかどうかはよく分かりません。はい。まあ、ちょっと見てみましょうか。で、Welcome to the World。舞台は2017年。だから2017年の時にね、プレステ4で発売されたからね。でももうその前のね、その HD リマスターの前の状態っていうのは多分プレステ2だと思うんだけど、だからその時代から2017年を想定して作ったかどうかはわかんないんだけど、たまたま多分2017年だから今だと思ってこうね、プレステ4で出したんでしょうね。はい。世界最大の MMORPG ザワールドでは PK、プレイヤーキル、プレイヤーキラーの略が横行していた。そんな混沌を極めるゲームの中で死の恐怖と恐れられる一人の青年、ハセウォ。ハセウォっていうのかな。彼の目的は使用外の謎の力で大切な友達死のを PK し、現実世界で意識不明と追いやった三つ目婚、なんだ、読み方わかんない、と呼ばれる、正体不明の PK を探し出し復讐すること。大切な仲間を、そうか、彼の目的は、この友達を PK することじゃなくて、彼の目的は、友達を PK して意識不明に追いやった、やつの、なんかすごいこう、若い人はこういう文章が理解できるんですかね。まあ僕も理解できたけど、はい。まあいいや。はい。ということで、この何、三つ目子、読み方わかんないですけど、これ何者なのか、なぜゲーム内の死が現実世界でも影響を及ぼすのか。謎を追うハセオと、ザ・ワールドの関係はいつしかゲームという遊びの領域を超え始めるということでね。僕ね、多分ね、持ってる気がするんだけど、あんまりこう名前とか覚えられないんで、ね、あれなんですけど、はい。ということでね、ドットハック GU ラストリコードとは、ドットハック GU の物語は、ボリューム1からボリューム4までの4部構成。本作ラストレコードは、上記4作品分の大ボリュームの内容を1つの作品に収録した、いわば完全版。この1本でハセオの物語をしっかり堪能できるということで、多分ね、その前にドットハック GU じゃなくて、普通のドットハックが4本ぐらい出てるんですよね。
で、ドットハック GU が多分3本で終わってたのかな、当時。だからここに書いてあるね。ボリューム1からボリューム3はプレステ2で発売。ボリューム4は、2017年に PS4 Steam 版のドットハック GU ラストリコードで追加されたということになってますね。で、ボリューム1、最短、ボリューム2、君思う声。ボリューム3、歩くような速さで。ボリューム4、あるいは世界を防ぐ、あ、違う、紡ぐ、蛇たちの見る夢となってますね。だから、HD じゃなければ、なくていいんだったら、プレステ2で3作品までは遊べるよっていうところですが、まあ今プレステ4で、だからここは多分プレステ4ではプレステ2が動かないってところが、まあ重要なポイントなのかな。はい。という感じでね。ダンジョン、フィールドにおける戦闘要素。本作のフィールドやダンジョンを、は3つのワードを組み合わせることで自動生成され、毎回違うフィールドダンジョンを探索冒険できる。行動は派生を含めてパーティーメンバー3人で行い、敵とのバトルはエンカウント方式のアクションバトル。派生はアーツと呼ばれる特殊技を発動することができる。タイミングが良いと、連撃を発動し、より強力な攻撃を仕掛けることができる。ということで、詳しい説、詳しくはこちら。ということで、これは多分プレステ4版の方に行ったのかな。リアルとゲームの二面性。本作は PC のデスクトップを通してゲーム世界、ザ・ワールドとリアル世界、現実世界との追い切りしながらゲームを進行します。仲間とのメールのやり取りや BBS、Web、BBS ってなんか懐かしい響きですね。今もあんのかな?よくわかんない。Web ニュースを、閲覧することができ、ゲームと現実画をリンクしながらストーリーが展開していきます。あ、でも2017年でも BBS なんか使ってなかったな、個人的には。はい。で、マルチウェポン。主人公ハセオはマルチウェという女です。そしていいのかな?女でいいのかな?職業のか女って言うのかな?わかんないけど。この職業は、成長してジョブエクステンドを行う PC の、姿が変わり、使える武器の種類やアーツが増えていきます。まあ、いろいろありますよってことですね。で、パーティーメンバー、本作はハセオを含めてパーティーメンバーは3人です。ハセオ以外の2人は AI で動きます。バトル中の行動指針はメインメニューの作戦で変更可能です。で、スキルトリガー。スキルトリガーはアーツを発動するためのショートカット機能です。使用したいアーツはパネルにあらかじめ4つまで好きなものを登録できます。R1 でスキルトリガーのパネルを開き、四角、三角、丸、バツの各ボタンで対応するパネルのアーツを発動します。まあ、アクション RPG で、まあ、ある程度スキルを自由にできるって感じですね。で、アバターバトル。ハセオのアバタースケイス、スケイスを操作するシューティングバトルです。飛び道具のショットや、スラッシュコンボなどの攻撃を駆使して敵を、撃破します。あ、てかこんなにこう全部読む必要ないのか。で、ワードを組み合わせにはエリア性、自動生成。本作のフィールドやダンジョンは3種のワードを組み合わせることで自動生成されます。いいんだけど、これ全部プレステ4版の方の説明なんだよな。はい。ということで、まあ、こいつムービーはもういいや。で、あれ、今更この説明?ドットハックシリーズとは、架空のネットワークゲーム、ザ・ワールドを舞台にして異変がに巻き込まれていくプレイヤーをゲームとリアルの両面から描いた物語を題材にした一連のプロジェクトの総称。2002年4月、テレビアニメーションドットハックサインの放映を皮切りにプロジェクトが開始し、まあいいでしょう。はい、クロスメディアですね。はい。で、これがあれか、限定版の仕様か。ドットハックラストリコードビギンズエディション。こちらはね、ゲーム本編1、ボリューム1からボリューム4の4作品を一挙収録って書いてあるけど、ゲーム本編は多分ディスク1枚だから、ちょっと紛らわしい感じが。どうなんだろうな。最近のゲームってほら、起動するとさ、スイッチでもプレステ4でも、メインメニュー、ホームメニューにはさ、それぞれ単体で出るじゃん。でもこれってもう丸っと1個にしてるから、ねえ、1本なんだよね、多分。4つになったりしないんだよね。っていう。まあちょっとそこよくわかんないけど、はい。で、コミックス、ドットハック GU ビギンズ、プラス設定資料集のブックレット。GU につながるドットハックサイン、ドットハック、ドットハックリルート、
つの3つの物語を凝縮したオリジナルコミックと、キャラクターや、美術背景等の本作のアートワークの設定資料集を188ページに収録。コミックスの内容は公式サイト内で無料公開されているものと同じですって書いてあるから、あの中身を、ね、漫画だけ見たい人はそっちで無料で見てねってことですね。で、設定資料集は非発売のドットハック GU 完全設定資料集、ドットハックアチーブにブラックおよびドットハック GU ラストリコード完全設定資料集から一部抜粋したものを再掲載したものです。なので、すでにファンでドットハックのその資料集持ってる人はそっちで見てねってことですね。はい。で、オリジナルサウンドトラック、The Best of GU。ゲームのみならず GU に関連するアニメの楽曲なども含む GU シリーズ楽曲の主力の15曲を収録したアルバム CD。で、さらに、特製スペシャルボックス。各アイテムを収納できる、書き下ろし CG アートによる特製スペシャルボックスです。で、2017年に発売されたタッチ版ドットハック GU ラストリコードプレミアムエディションと同一の CG アートです。まあ、これアートは一緒なんだけど、多分そのスイッチのマークとかが、あれ書いてないのかな？スイッチ版だからスイッチのこの赤いさ、アイコンとかがどっかにあるはずなんだけど、これ、そういうのをまるっと無視して作れんのかな？ちょっとここら辺の仕様わかんないですね。他の会社のね、ゲームソフトでも多分、PS4 スイッチマルチタイトルだと PS4 には PS4 のほうがフォーマットで入れなきゃいけないアイコンがあるでしょ。で、スイッチ版はスイッチで入れなきゃいけないアイコンがあるから、外にも、あ、でもこのボックス以外に紙が巻いてあったりして、そこにスイッチって入ってる可能性はあるよね。ちょっとその辺は、限定版これ買ってみないとわかんないけど、多分、もしそういう作りだったら、この特製スペシャルボックス自体は全く、まるっと同一であってもまあおかしくないかなと思いました。はい。そんなところかな、これは。あれ？まだあった。あ、店舗特典ね。店舗特典はいろいろあるようです。すげえざっくり。ということで、ドットハック GU ラストリコード、スイッチ版ね、2022年3月10日発売で、通常版が4980円。限定版さっき高、限定版じゃない、プレステ4版高かったよね。だから、ずいぶん安くなってて、で、ビギニングエディションが6480円。PKG 版のみ、あ、パッケージ版ね。はい。で、Nintendo Switch で一人用でアクション RPG で 0B。で、ちなみにスペック比較表、ここ重要ね。結構、バンナムさんのタイトルって結構これ多いよね。多分、マルチ展開が多いからだと思うんだけど。まあ、いや、とりあえず、画面解像度の方は、まあ、スイッチ版はね、やっぱテーブルボール携帯モードがあるから、まあ、そこではちょっとね、解像度落ちるよ。っていうことと、フレームレートが、プレステ4よりね、落ちるよ。30fps だよっていうところと、ローカル通信対応オンラインプレイ人数っていうのは、まあ、一人プレイ。だから、まあ、関係ないか、これは。で、オンライン機能とかパフォーマンス関係なくて、でも全部に関係ないんだったら消せばいいじゃんね。なんで全部入れるのよ、これ。まあ、いいや、ローカル通信対応オフラインプレイ、人数が一人と同じだよね。有料 DLC はこれはないのね、特に。で、エフェクトオブジェクト等は Steam 版 PS4 版より一部変更があります。これは 30fps に絡んでのことかもしれないですね。ミニクイとかあったらこう変えるんですよね、やっぱり。で、ゲーム機能、なし、なる。じゃあ全部一緒じゃん。で、推奨データ容量、セーブデータ数 11GB。あ、だから容量は小さいんですね。で、セーブデータ数65。ああ、そういうことね。同じですね。これも同じだ。で、その他、まあ、ジョイコンとか、まあ、基本的に、まあ、だから、フレームレートね、アクション RPG だから、フレームレート気にする人は、プレステ4版やれって感じですね。はい。で、解像度比較、まあ、こんな感じで、出ています。ということなのでね、まあ、個人的にはね、あんまりその FPS どうって、こだわらないんだから、けども、うん、人によってはやっぱ気になる人もいるんでね、どうしてもこう、FPS がこう、なんかちらついてダメだとかいう人もね、いるじゃないですか。こう、画面がちらついてとか、まあちょっとわかんないんだけど、そういう人はもうプレステ4版、もう4年半前に出てるから、そっちやってくれって感じで、スイッチでやりたい人、あとテーブルモード、携帯モードで遊びたい人はこっちやるんだ、まあそういう信念でね、購入を決めるとよろしいかと思います。
ということで、この動画が役に立った方はグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、サッカンでした。